ミスジうめえ。あ、フェルミ研究所へようこそ。こんばんは。あなたの身の回りにベジタリアンの人はいますか？ベジタリアンとは菜食主義者のことで、肉や魚を食べない人のことです。さらに進化したビーガンという人たちは、肉や魚だけでなく卵や乳製品、蜂蜜などの動物性食品を一切口にしません。今日はそんな菜食主義が体にいいのかを解き明かしていきましょう。まずビーガンのことを知らないという人もいると思うので、ビーガンについて軽く説明していきます。ビーガンは蜂蜜やレザージャケット、ファミチキ、ビッグカツなど動物から採取される一切のものを拒む人々のことで、宗教上の理由や健康管理、動物愛護など様々な理由で行っています。そんなビーガンは2008年の時点ではアメリカにおよそ100万人程度でしたが、2017年にはおよそ2000万人にまで増加し、世界中で増え続けています。では健康状態がどのように変化していくのかを多くの事例から分析していきましょう。まずビーガンのように完璧な菜食主義になると、初めのうちは体調が良くなり、体がすっと軽くなったように感じます。体臭がなくなり、お肉の代わりに野菜を食べることで消化不良が改善され、便通が良くなります。体重も落ち、性格は肉食動物が草食動物に変わったかのように穏やかになっていきます。いいことばかりのようにも思えますが、ビーガンは動物性の食品を食べないため、日に日にタンパク質やミネラル、そして肉に含まれるビタミン B12 が不足していきます。タンパク質は私たちの筋肉や肌、髪、爪、骨を作っている材料です。これが極端に不足することで、肌が荒れ、筋肉が痩せ、歯がもろくなっていきます。体重はさらに落ち、疲れやすくなってくることでしょう。5から10年続けると大量に汗をかき、体中に発疹ができたという人や、虫歯になりやすくなったという人もいます。もちろん全ての人がこうなるわけではありませんが、こういった健康被害は数多く報告されています。つまりビーガンとは、サプリメントなどでタンパク質とビタミン B12 を補うことでやっと成り立つ、ある意味不完全な食事法だと言えます。それを知らずにビーガンを行うと、ほとんどの人は体調を崩し、血糖値が下がるなどして頭が回らなくなり、老け込んでいくこともあります。逆により健康的になったという人もいますが、それは自分の体に合っていて、なおかつタンパク質とビタミン B12 をうまく補って完全菜食を実践したということです。つまりビーガンで一時的に体の毒を出すのはいいことですが、何年も続けると体の負担になることがあります。実際に内閣府の出した平成28年版高齢社会白書によると、日本人の平均寿命は80歳代なのに対し、ビーガンを続けていた人々は60歳くらいで亡くなるというデータが出ています。しかし著名な菜食主義者の中には、トーマス・エジソンやスティーブ・ジョブズ、マイケル・ジャクソン、レオナルド・ダ・ヴィンチなど、そうそうたるメンバーがいます。彼らは完璧な菜食主義を貫いていましたが、いずれも後年になってから体調不良を訴えて、魚介類やお肉などを口にするようになっています。またアメリカで実施した調査では、ベジタリアンとヴィーガンを合わせた 84% の人が、最終的には野菜だけの食生活を諦めて肉や魚を口にしていることが判明しています。もちろん人の体は十人十色なので、合う合わないがあります。動物を殺さない、肉を食べないというのはとても美しい考えですが、生きるために多くの命を奪って食べるという行為は、私たちと切っても切れないものなのかもしれません。厚切りタン、うんまー。今日の授業は終わり。また来てね。